皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年11月の20日、朝の9時52分、最近のあのインターネットニュースで見かけたんですが、羽生結弦と、宇賀なつみに関して、離婚したっていうニュースなんですけども、まあそのニュースがね、そもそも本当のことなのかどうかよくわからない。で、そもそものところで最初から結婚していたのかどうかっていう話もありますし、もう、テレビの報道自体がフェイクニュースマジでずっと放送されていますから、何をどう信じたらいいかわからない。で、世の中をこう混乱させる元になるから、本当のことしか自分たちは言っちゃダメなんだよっていうことを、テレビ局の出演者全員がしっかりと自覚すること。詐欺は違法行為だから。集団詐欺、それでお金稼ぎしてしまってる。いろんなところは、テレビ出演者だけじゃなくてその記事も。だからその記事を書いてる人たちはまず戸籍謄本を見たのかどうか、現戸籍謄本から。で、結婚した証明っていうものを持っていたのかどうか、そして離婚したっていう証明を持っていたのかどうか、それを各自が確認しないと。だ、個人情報保護法なんていうものは、それを利用して物事を隠そうとする何でも嘘を言う人間っていうのは隠蔽側であり犯罪者側だから、個人情報保護法一つで何もかも隠せるっていうわけじゃないんです。大体都政六法で、公文書公開っていう法律あるでしょ？どこの誰が、ね、ここの会社でちゃんと記録つけてるところは、ここの会社で何時何分、こういうふうに働いていたと。そういうような記録出てきます。もちろんフルネームで。なんか一法律だけで物事判断して動いてる人間が一番危ないって言ってるでしょ？で、あと、これは各報道番組と、まあ、総理含めて内閣国会議員の方たちへ、あと裁判官の方たちへもそうなんですけども、とにかくまず、偽名を使ってはならないっていうことを周知させること。で、裁判所の勤務者はお互いしっかりと名札をつけること。そうじゃなかったら裁判所で働いている人が、その時期、私ここで勤務しましたっていう人だったんですけども、裁判官の名前言っても全然分かってない。当たり前、名札つけてもなかなかみんな働いてる人間が多いところ、特にいろいろ人が入れ替わってるところなんか名前覚えられないんですから。だから正直どこの誰が働きに来てるか分からないっていう状況が出来上がってるんですよ。だからその裁判所内部で何が起きるか分からない。本当にきちっとしといた方がいい。どこの誰が紛れ込んでるかわからないから。で、そのテレビ出演者ももちろん偽名名乗っちゃダメなんですけども、とにかくもう管理が難しい。まあ以前の VTR なのかもしれませんけども、とある音楽番組で、もうどこの曲だったか忘れましたけども、ヒムカイザーかの、出演者が、私たちはただ頑張るだけですっていうことをね、半笑いになりながら言っていた。自分が何を言ってるのかっていうところを、意味は多分本人が自覚してない。公共の電波で我がの金稼ぎのために頑張りますって言ってるのと同じ。それだったら明確にしないと、何のために頑張るのかっていうところ。そうじゃなかったら結局を与える意味がない。自分で作りなさいっていうことになる。そしてその VTR はもしかしたら数年前の VTR かもしれない。だからその辺のところはもうわからない。テレビの放送の仕方っていうものが、以前の VTR とかも音楽業界はもともと、明らかに老けてる老けてないとかで、例えばその曲を出したのが、20年、30年前の方で、若い頃の姿で映像化で出てると。もうそれは、昔の映像だなって、それはわかりますけども、本当は映像一つ一つに、何
月何日に撮影したものっていうものをしっかりと字幕つけておかなかったらわからない。で、淡い気付けに今言った内容を言わすために映像放送してるんじゃないかなっていう部分があると思います。で、どう考えてももう人数絞った方がいいですね。その坂グループ人数多すぎる。本当にどこのグループもそうなんですけど、商業原理的に無理でしょう。どっからお金回してます？雇用助成金があるからなんとかなってる？本当はそれダメ。それするから人材派遣会社の人間とかが雇用助成金を目当てにいろいろ人を入れ替えてお金稼ぎしてしまってるから。で、それは人材派遣会社を受け入れている会社も同じ。有給休暇だとか、昔のケースで私が経験させられたことで言うとね、神戸市立ホテルフルーツアーパークですよ。人材派遣会社であるがために有給休暇をいただけてない。これ完全に違法行為。フルーツアーパークはね。で、人材派遣会社。で、仕事に見合った分のその賞与を与えていない。で、1日の、労働時間が、8時間を超えたか7時間45分だったかちょっと忘れましたけども、これもいろいろ契約書の内容にもよるときはよります。で、その長時間労働の、手当、25% 増し。まあ、25% から 50% なんですけども、本当は。その 25% の割増賃金を、支払ったことは一度もない。神戸市立ホテルフルーツアーパークは。もうこれがもう市直轄のところでそのレベルなんですよ。これはこの世の中の現実。めちゃくちゃ。ずっと。みんな自分のことばっかり。自分の身、保身ばっかり。人助けのために社会に出てきたわけじゃない。そういう人間は多すぎる。9割以上の人間はそう。それを特にテレビ局とかに導入するっていうのは良くない。公共の電波でみんなの税金で電波塔立ててきたんだから。NHK 料金。何か大義を掲げないと。それが結局はその人にとっての軸になるんですよ。精神的な部分とかで。だから強くなる。精神的に。弱い人間は自分に甘いからすぐに髪の毛染めたがる。浮かれ気分になって。世の中の社会っていう現実をいつまでっても受け入れようとしないで、どん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 わがままになる。だからどん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 っていう言葉が日本語で流行ってしまったのは、ドンっていう意味はイタリアの言葉だったと思いますけども、狩猟。要するにマフィアとかの、親分みたいな位置づけなんですけども、もともとそういうものは、実は企業だったりするんですよ。政府だったり。だから分かりやすく言うと第二次世界大戦のヒトラー。神風特攻隊をさせた日本の東条英機総理。だからもうそういうのは世界中の今まで、多くの国の首脳で、該当するドンと呼ばれる人たちはいた。そしてそういう政府だったからこそ売春防止法っていうものが日本の場合は1956年にやっと出来上がって、それが出来上がってなかったっていうことはいかにめちゃくちゃな時代だったか分かるでしょう。金に物を言わせて女買ったり女は男買ったりしていた。で、その金はどうやって調達してきたかっていうと、奴隷制度みたいな形で働かせていた。しっかりとした賃金を払わなかった。その得たお金でそういうことをしていた。クズ中のクズ。なのに、テレビ局は、長年、ベッドシーン含めてドラマで放送していた。やめなさいって何か言ってもやめなかった、最初の方。で、今でもそう、報道。ニュース、セブンなんとか TBS の土曜日の晩かな金曜日の晩かな、土曜日の晩ですね。土曜日の晩、クイズ王伊沢って呼ばれてた人間ですかね。
もともとシャズナのニーっていう名前でベース弾いてた人じゃないですか。もうその男も報道出てきて、もう毎日ヘラヘラヘラ笑ってる。勤務中なんだから笑うなって言ってんだよ。シャズナの兄さんだろうと、僕より年上だけども、君の方が下なんだから。粟井圭介は大臣と同格として国会で扱われている総理とかに。他の大臣もそれ認めてる。国会で嘘なんか言ったら大変なことになるから。大臣と同格者は、いろんな会社の社長さんの集まりの大きな会社の会長さんだけ。あとは都道府県知事。市長じゃ無理。大臣と同格者にはなれない。わかった、本当に。嘘を言ってるんじゃない。大声で言ってるから、総理とか。いろんな大臣が。もう間の中間の人間がホームページ、粟井圭介の意見を見て全然勉強しない。給与がどれぐらいだとか、算定表もそうだけども、政府の公式的な発表されてる特別職の給与だとか、そういったもの、書類をしっかりとコピーして貼り付けてある。それはいいの。合法なの。公文書公開っていう法律があるから。政府の書類は何でも開示しなきゃならないの。それ隠した隠蔽。逮捕ものや。で、まず TBS の報道番組のメンバー、もう全部そういう会社はええ。もう普段から仲良し小良しで仕事してるから、プライベートでも付き合いとかあったりするんですよ。飲みに行ったりとか。それがあかんねん。酒なんか飲んだらダメだって言ってる。すぐに真面目じゃなくなるから。騒ぎ出すから。集団で。プライベートの時間帯に会社のことで話し合いの会議を開くんだったらわかる。だけど飲みに行くことに全然意味がない。くだらない話して終わりや。しょうもない話して。意味ない。で、ずっとフェイクニュースを流して、それで金儲けできてしまってるから、テレビ出てる人間が、見てる人たちが腹立ってる、怒ってるっていうことを逆手にとって、挑発行為でヘラ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 笑ってる。楽しくて楽しくてしょうがない。嘘言いながら大金稼げてるんだから。いらんよ、そんな人間。たった1時間や2時間の生番組で、なぜまだ真面目に仕事ができないの？なぜヘラ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 笑うの？ホテルマンでは考えられないよ。営業スマイルはお客様に対してあります、これは。だけども、くだらない話なんか、日々毎日の仕事でまずない。そんな暇あるんだったら、次のことすぐにする。で、政府もこの世の中のあり方、真面目に考えなあかん。フェイクニュースなんか絶対放送しちゃダメだって。裁判所もすぐに、裁判開いたら、特に重要な内容であれば、法廷をしっかりと生中継で放送する。その方が裁判官も動きやすい件もあります、事実。大きな裏社会に対して厳しい判決を下すとき、私だって一般人に見られてますって理由ができる。ここで正しい判決下さなかったら私が訴えられるって。そのために国際司法裁判所もある一つの要因の一つなんですから。裁判官が訴えられるとか。それなかったら無理や。世の中。真面目に勤務しようとする人が少なすぎる。真面目だと思い込んでる。
楽関係の高校大学を出たからといって必ずしもテレビを出れて金稼ぎができるっていうその甘い感覚っていうのを全員まず捨ててもらわなあかん。それこそ無理や。マーケットの規模はずっと縮小してるの。もともと CD はシングル1000円、アルバム3000円で販売しました。だけども今はダウンロード1曲200円の世界です。で、お客様も選ぶ権利がある。買いたい商品だけ買いたい。だから1週間で、売り上げ、ダウンロード、ナンバーワンの日本人の方のダウンロード数が1000ちょっと。1100ちょっととか1200ちょっととか、それで1位とかになってます。だからもう全然採算なんか合わない。だから YouTube の動画の再生回数だとか、テレビ出演だとか、ライブ、このあたりで、その4つぐらいで収入の柱としてます。時代背景が全然違う。2003年に個人情報保護関係が出来上がってから、人口はこういう風な形で極端に少子化に向かっています。だから販売する、まず国内のマーケットが半分ぐらいのところまで縮小してる。で、それプラス CD の頃のその1枚1000円とね、アルバム3000円の頃と比べたら、それが、そういうのが主軸として売れてた頃と比べたら、今は動画の再生だとか、1曲200円とかの世界だから。だからマーケット、売り上げの出しやすい出しにくさはもっと厳しくなってる。ただ、一握りの本当にしっかりとした良い曲と歌詞を作れる人たちに関しては、漫画、アニメ、ゲームに関してのタイアップと、漫画、アニメ、ゲーム、漫画、アニメ、映画ですね。じゃあ、漫画じゃない、アニメ、ゲーム、映画。このあたりのタイアップはついて、海外への、販路を、販売網を確保することができる。だから動画の再生回数とかなんかは、やっぱり海外へのマーケットが広がってるかどうかで、再生回数が全く違いますから、だからその辺はマーケティング力も込みになってくるから、まあそれはそれで、曲の良し悪しに関しては動画の再生回数なんかで私は判断しない。本当にその曲は良いかどうか、歌詞と曲は、それで判断しています。アイドル関係の、人の動画の再生回数が何億超えとかそういう内容が出てますけども、曲を聴いたらもう大した曲なんかまずない。多く行くだけの価値ない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 、全然ない。他にもっといい曲いっぱいあるよ。聴き手の方も、例えば男性アイドルだったら、女性が浮気心で、そういう人たちの動画を再生してる。顔は綺麗だからだとか。たったそれだけの理由で。だからそんな社会作ったって浮気者しかできやん。出来上がらない。で、感覚はめちゃくちゃになる。なぜなら、普段付き合ってる恋人とかいるのに、なぜ異性のそういうものばっかり見るのっていうことになる。浮気心があるから。だから僕は基本的に、男性のライブしか行ったことないです。で、あと、もうその辺はもうバンド軸ですね。で、実力があるかどうか。それで見に行ってます。ただ、ブレイクアウト祭りに関してはもうしょうがない。1998年頃にやったんですけども、あの祭りに関しては、まだデビュー前の人たちが集まってきて、まあどうしても、女性のバンドグループとか、女性が一緒にグループ内として活動されている人たちも出演されるので、まあそういうところはね、しょうがない。複数で出てくるんだから。もうそれはしょうがない。見る方としても。だから恋愛商法なんかしてたら世の中ダメになるから、だからそういう風な売り方っていうのは僕は認めたくない。あくまでもクオリティ。それには正直たくさん多くこの楽器があった方が良い音、良い演奏の仕方、
各感想での、各パートの、その技術を見せる場面のような感想。だからその一楽器をクローズアップしてるような感想の作り方とかも、だからそういった部分が必要だっていうことは分かりますし、そしていろんな感想を数種類一つの曲で作ることによって、起承転結、メリハリだとか、曲の変化とか、その一長短で終わってない。だそういうふうなクオリティの高い作品の作り方ができているのかどうか、インディーズの頃から作ってきてる人は作ってるんですよ。だからそこは設備であったりだとか、レコード会社からのその契約とか、機材が扱える状況だとか、時間的な優位性、その辺のところでクオリティが変わったりするのであって、できてる人はインディーズの頃から自分たちのできる範囲で良い曲は作ってるんですよ。だからそういう本物志向になってほしい。あと社会に出てきてテレビに出る以上、何か大義っていうものを世に発表して活動しなければならない。じゃなかったら意味がない。根本的に。その人たちの金稼ぎだけだから。なかったら。で、今回は、YouTube 一覧表、ホームページは YK ですけど、昨日、YouTube 一覧表の芸能界へのメッセージのところで、この動画アクセスできるようにしています。で、そこに記載している内容をまず見ていただきたい。羽生結弦と宇賀なつみの離婚のインターネット記事。もともと結婚してなくて離婚したっていうことになってるんだったとしたら、2つ嘘をついている。2人とも。それで金儲けしちゃダメだよ。あと余計な記事書いてる連中も。社会混乱させるだけだから。社会へのお荷物。精査能力ないんだったら余計な記事書くなっていうこと。インターネット記事。いっぱい残っと。いっぱい意図的に書きよう。例えば河川に関しても四万十川の水が干上がってるだとか、YouTube で政府の方で各地点の動画が出てきます。インターネットの検索で。ある程度の水が流れてる。もともと晴れの日とはそういうもの。どこの河川も。前日とか前々日にまとまった大雨が降ったんであれば、晴れの、次の日が晴れでもたくさんの水は流れていきます。詳しい説明もなければ、ただただ適当に撮影して、ただただ適当に、だらだらとインターネット記事書いてる。いらない。本当に重要な必要な情報とかにヒットしにくくなる。自動的に流れてくるものだから。以上、まず、羽生結弦と宇賀なつみに関して本当に結婚していたのか結婚していなかったのか、それしっかりと自分たちの方から釈明してください。嘘なしでね。僕からしたら、羽生結弦のその結婚したり離婚したりとか、その辺のところも、宇賀なつみの方は自分のインスタグラムで離婚したことを発表したっていうことになってるみたいですけども、まあ、羽生結弦の方は今のところ、自分のその SNS で自分責任で発表したかどうかに関してはまだ見てません。だから、複数いろんな記事が上がってくるから、どれが本当なのかっていうところもあるし、もともと週刊誌とかで、まあ、僕は買わないですけども、まあ、バイキングという番組を一時作ってもらって、で、そこで、しっかりと、本当のことを追求していくっていう形で番組を、
行ってたと思うんですけども、週刊誌の記事自体がもともと嘘が多い。まず調査の仕方が甘い。そこまでいい加減なものを、記事書かれたり放送されたら、放送した方も、法にも損害賠償請求とか来る可能性がある。当たり前ですよ。テレビ局の報道関係なんか損害賠償請求が来て当然ですよ。それなかったら、引き締まった現場っていうのは作れないでしょ。僕は何回も言っています。以前の戦争のニュースはさも今起きてるかのような放送はいらないって。必要ないと言ってるんです。言葉の切り取りだけで自分たちの金の稼ぎ方が良かったか悪かったかの判断ぐらい早期につけなきゃならない。誰かに何か言われたぐらいで、嘘で金稼いでもいいっていうふうな考え方になった連中、何人いるの？誰がそこの会社で働いてる人間で、それを認めたんです。まず第一義的に会社の役員に責任がある。まず社長、会長。副社長が存在するところは副社長。専務常務も。ごく稀に部長という立場で役員に入ってる人もいます。その次は連帯責任だとか、その会社を作った人たちの責任。あ、その次じゃん。先にその会社を作った人たちの責任であって、まあ場合によっては連帯責任も出てくると。ただし会社という組織は基本的に上司とかの言うことをしっかり聞いて、動かなければならない。だから言いなりになる。まあ大体誰が悪いかって言ったら上司。ただし平の人間はそれを言えるかどうか。いや、上司の誰さえさんにこういうふうにしなさいって言われてますって。それができなかったら申し開きにはなれない。したことにならない。裁判所を想定してものを言ってるんです。話してるという意味です。本日は月曜日なので基本的にスポーツの勝ち負けも取り組みません。休日日としています。当然です。お金払ってもらわなきゃ。淡井圭介軸にして昔からスポーツの勝ち負けを行ってたんですから。僕は二十歳ぐらいの頃からそれ確定してるんですから。国会で。ね、スポーツ振興法なんかいらないでしょ。採算に合わないところは、つい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 スポーツ選手として出てきよう。で、ただただエネルギーを消費させてる。で、現場の人たちが、非正規雇用の人たちが、給与とかをピンハネされてる。いらんよ、そんな世界。すぐに規模縮小、そして撤退。もともとがそう。淡井圭介は若い頃から、例えば、西武グループのアイスホッケー部に関しては消滅してます。だからそれぐらいの時代の方が正しかった。だからその当時の西武ライオンズのグループの役員さんたちは、聞く耳を持っていた。もしくは外部からの提言によってそれを受け入れた。もしくは圧力によって、圧力というか、まあ説得、もしくはまあ法律によって、まあそういうふうな形になったのかもしれません。だから先ほど言った内容ですよ。非正規雇用の人たちの給料、しっかり払う方が先でしょって。経費かかるんですから。だからたったそれぐらいのことすらわからない人たちが今時の経営者の人たちのようですから、もうどこ見てもそう。実力者がなかなか見当たらない。たまにいます。ものすごく芯がしっかりあって、
そういう人たちにしっかりとした賃金を払わなきゃならないんだっていう、みんなの生活、雇用者としての、雇用主としての、雇用者へのお金の支払いっていうものは絶対しっかりとしなければならないんだっていう強い気持ちで経営されている人たち、ごく稀にいます。だけども、すぐに多くの人間で集まって、くだらない会議とかを開いて、あんまり意味のない会議、集まり、特にパーティー、政治家が開いているパーティー、飲み物でジュースなんか出されたら終わり、ウーロン茶止まり、酒、論外、会社の経営者の集まる会議、会議やその後の飲み会なんかいらない。それしたら会社めちゃくちゃになる。役員がめちゃくちゃになるから。仕事を甘く見始めるから。ということで、皆さんしっかりとご対応、ご協力のほどよろしくお願いいたします。本当にね、特に、結婚話のフェイクは論外なので、他も同じですよ。戦争のニュースの件に関しても論外だということぐらい分かるでしょう、規模考えたときに。もう全給料お取り上げでいいと思いますよ。それぐらいせんかったらずっとするんでしょう。以上です。